日本三平の一つ、西宮神社の大練兵、ポーランドル武士県に残る、石室みの古い平兵いとは、家や敷地などにおいて、他との境界に設置する囲いで、区画、目隠し、防火、侵入防止の目的で設けられる、工作物、障壁。柵とは別物である。兵、平、柿類を構造によって分けると、柿は、池柿など、外部の見通しが可能なものを言い、 兵は、見通しが効かない、連続性のある壁を指す。塀、下き類を、材料、広報によって分けると、1、土塀、2、石塀、3、板塀、竹垣、池垣、屋敷林、4、レンガ塀に分類される。塀と類似した構造物に壁があるが、壁は主に建築物の外壁や内部を間仕切る、内壁を指す場合によく使われる。 兵は用いられる材料により、板塀、土塀、石塀、レンガ塀、コンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート兵などに分類される。土塀は、形態も名称も様々で代表的な土塀に、塗り塀や築地塀がある。石塀は石材を用いた兵である。石積み構造物には、伝統的には、地場の石材が用いられ、石材の性質に由来する、地域固有の技術がある。 このような石材の例として、大谷医師がある。板タベは木材を用いた兵である。本来、土兵や石兵は土木技術を技術基盤とするのに対し、板タベは造園技術を技術基盤とする。そのため伝統的工法による兵、柿類を技術面で分類する場合、板タベは竹垣、池垣、屋敷林と共に造園技術を技術基盤とする兵。 かき類として一つにまとめられることがある。レンガ米は西洋起源の兵である。なお、粘土や赤土の間に土くれや瓦、レンガなどを詰めて積み上げた兵を練り米という。練り米は土米に分類されることもあるが、取材料が必ずしも土ではないため石米やレンガ米に分類されることもある。養業地として知られる佐賀県有田町では、トンバイ米と称する兵がある。 これは、トンバイや不要となった、陶石などを赤土に混ぜて固めて、平材として使用したものである。コンクリートブロック塀は建築用コンクリートブロックを、積上げながら、鉄筋、モルタルにより一体化させ建築する素石作りの一種であり、明治以降のレンガによる素石作りの技術と、同時期に日本へ導入されたものである。普及は、 戦後の高度成長期の建材不足を補うために CB 作り建築物もしくは集合住宅の間仕切り壁としてコンクリートブロックが大量生産された際に塀としても広がった。鉄筋コンクリート塀は現場で型枠、鉄筋を組み生こんだ説により建築する現場内の塀と工場で構成型枠にて製造し現場に付設するプレキャストコンクリート兵の二つに分けられる。 前者は、兵の高さ、形状、模様などを柔軟に思考することができ、後者は思考スピードの速さや品質が安定していることがその利点である。兵には形状により、築地兵、源地兵、山戸兵、東兵、スカシ兵、サクイタ兵、さらこコ兵、タテイタ兵、ヤ兵などの種類がある。古来より、東派の屋根を持つ東兵は寺院や病などに、 上部にレンジを持つスカシベイは神社などに採用された。日本においては1960年代以降の高度、経済成長期、敷地の内部を見通すことのできないコンクリート製の高いブロックベイが多く設置されたが、地震によるブロックベイの倒壊が問題視されるようになったことや、内部が見通せないことは、外から敷地内の犯罪に気づかないケースなど、防犯上も問題があるとされ、 近年ではブロックを2、3段程度重ねた上に、アルミ製のフェンスを設置するケースが多く見受けられる。過疎地では、震度6強、7の大地震でもエクステリア倒壊による死亡被害は発生しなかったが、震度5強でも大都市やその周辺で発生した場合は、死亡被害が発生していた。これは、都市住宅密集地には、境外道路、敷地、 家屋が近接した臨地境界線などの理由で古い危険なブロック塀がそのまま数多く取り残されていることが原因である。また、阪神・淡路大震災時には古いブロック塀が倒壊しガラスの破片状となって狂気となり道路を塞ぐ要因となった。日本建築防災協会はブロック塀の点検の安全チェックポイントとして以下を挙げている。一塀の高さが 地盤から2.2メートル以下であること。2. 塀の厚みが10センチメートル以上であること。3. 塀の高さが1.2メートル超えの場合、塀の長さが3.4メートル以下ごとに控え壁があること。4. コンクリートの基礎があること。5. 塀に傾き、ひび割れがないこと。6. 塀に鉄筋が入っていること。6に関しては、素人では、 判断できないため専門家に相談する必要がある。金沢工業大学と民間企業との共同開発を行った塀の根っこ。耐震振動試験を国内では唯一実施しているプレキャストコンクリート塀製品。ブロック塀に置き換わる工法として工場製のコンクリート製品を用いたプレキャストコンクリート塀工法がある。ブロック塀の問題点はその構造体の脆弱さ。 思考管理の甘さに由来する。したがって基礎から平壁体まで一体化されている工場製品の場合はこの問題点がなく、現場だの鉄筋コンクリート兵と比較してし、しかしながら現状普及している製品は少なく、金沢工業大学と民間企業とで共同開発を行いと、兵の根っこはプレキャストコンクリート兵として、 国内で唯一耐震振動試験を実施している製品である、岐阜大学農学部と民間企業との共同開発で可能となったフィットウォール、FIT 広報として特許を取得、耐震エクステリア開発の新技術として、鉄筋コンクリート製の塀と比較して20%から25%の重量に、木質壁の場合、雨水対策が問題となるが、 完全防水処理技術を施したものが FIT 広報として特許を取得し、岐阜県の事業可能性評価制度において A 評価と認定されたほか、リフォーム用のコンクリートブロック等耐震補強金具が開発され、防災安全協会から災害時に有効な防災製品等推奨品の認定を受け、岐阜県の事業可能性評価制度で A 評価と認定された。 さらに新設、改修向けの FIT ウォールは、コンクリート1平方メートルあたり1 5 0ラムに、大使1平方メートルあたり30から4 0ラムで、低重心で倒壊しにくい上、万が一倒壊しても人的被害が少なくて済む上、ユニット型であるため工事が一日で済み、デザインも自由にできる。伝統的な日本家屋に新設された新素材も使用した平 ABC。 ことバンク、へ2018年8月11日閲覧。ABCDEFGHI 西村昭彦、曽根直行、栗原正夫、木村雄介、我が国における兵え、か類に係る伝統的広報の地域的な特徴に関する研究度米、石米、土木誌公園研究集、ボリューム352015年土木学会、2020年4月15日、閲覧。 AB 平住宅建築専門用語辞典、2020年4月15日、閲覧。2から1、ブロック塀の主な規定 AB、エクステリアガーデン2013年秋号112、P 紫正勝 ABC、国土交通省から建築物の塀の安全点検、等について、2018年8月11日閲覧。AB、 大林株式会社耐震エクステリア開発の歩み2018年8月11日閲覧エビーハウジングトリビューンボリューム593創受者ありがとうございます